モーニング娘。トゥーゼロの小田さくらです。私はアイドルになっていなかったら保育士になっていたと思います。私の地元神奈川県にはですね、小田さくら保育園という保育園が実際にあるらしいです。私に自分の子供預けてみたいと思う方はいいねしてください。